先輩どうしたの？黄昏れちゃって。そっか。まあ落ち着くよね。私もここに来るの好き。ん？どうしたの？耳がかゆいの？なんかさっきから耳触ってるけど。どれどれ？ちょっと私に見せて。あら、耳垢がぎっしり。どうしたの？何かしてほしいの？あ、そうだ。せっかくだから耳かきしてあげようか。そう、お耳掃除のことだよ。ちゃんとすっきりしようね。いいよ。そこのベンチで膝枕してあげる。ほら、遠慮なく私のここへおいでおいで。耳かきの道具もバッチリ用意してあるから。え？なんで持ってるかって？自分用だよ。さて、じゃあ早速始めようか。ちょっとこっちにぐるっとして右の耳を見せてね。そーっと入っていくよ。耳かき加減はこのぐらいでいい？痛くない？大丈夫？そう？そんなに気持ちいいんだ。なんか照れちゃうな。続けていくね。奥からいっぱい出てきたよ。もっとやっていこうね。
そういうリアクションを見ると私も嬉しいよ。右耳はあともうちょっと取ろうね。右耳はこのぐらいでいい感じに綺麗になったね。ね？後輩の私に耳かきされるのは格別でしょ？次は反対側向いてくれる？そう、左耳を上にして。こっちも丁寧にやっていくね。そんなに気持ちいいんだ。まだ時間もたっぷりあるからね。私の耳かきで思う存分くつろいでね。
取れてる取れてる。大きいのが芋づる式に出てきたよ。この調子でもう少しだけ続けるね。ラストスパート頑張るから、先輩はリラックスしててね。隅々まで綺麗になりましたよ、先輩。これで両耳ともスッキリだね。先輩が笑顔になってくれて嬉しいよ。今度また先輩の耳垢が溜まったら、いつでも耳かきしてあげるね。